皆さんこんにちは、黄昏の叫ぶヤギです。マインクラフトやっていきましょう。前回こちらねヤギ小屋を作ったわけなんですが、それからねまあ何度か繁殖をしまして、今意図的にサウンドオフにしてあるんですが、サウンドを入れてみましょう。サウンドを入れてみまして、で有効生物の音もうちょっと上げてみましょう。さあこれでどうでしょうか。さあこれでね、なんと聞こえるかな。泣いてくれ。めっちゃ叫んでますね。そう、叫ぶヤギ生まれました。このね角のないやつ、こいつらがね叫ぶヤギです。こいつらねもうあの角折った後なんですけど、こいつらがね叫ぶヤギです。なんかね調べたら、なんかこいつらがね生まれる確率 2% らしいんですけど、なんか案外すっと生まれましたね。めっちゃ一瞬で生まれました。でね、あの動いてないとこいつらね突進してくるので、ちょっとねなるべく動いていますけど、今一旦叫ぶヤギ繁殖させておきましょうか。ウィキによるとね、叫ぶヤギという叫ぶヤギはね、叫ぶヤギがスポーンする確率がね 100% らしいので、叫ぶヤギという叫ぶヤギで、これで繁殖させまして、これで叫ぶヤギを産んでおきます。生まれろ、生まれ、 OK。 さあ生まれますね。こいつがね 100% で叫ぶヤギらしいです。 OK。 さあ大人になりましたので、リードをつけまして、さあ来いや。さあ、ヤギのね突進ですね。まあ、結構ね早くに来ると思うんですけど、しっかりと頭を下げ切ったところを見て避ける。 OK。 こうすることでね確実に取れます。賞賛いいですね。賞賛は持ってなかったやつです。さあもう一本来い。しっかりと頭を下げ切ったのを見てから避ける。オッケー。これね下げ切る前にね避けるとねあれなんですよね、ダメなんですよね。ということで、さあ賞賛2本ゲットしまして、めっちゃ叫んでおりますけど、一旦出ていただいて、この子たちをね種ヤギにして、あとね叫ぶヤギをね量産していきます。そしてこちらが、さっきのね2匹の叫ぶヤギから手に入れた、角笛になります。まあ賞賛があって、号令と同型かな、多分同型か小型かだと思うんですけど、このね2種類、この3種類がね今集まっております。さああと1種類ですね。ということで、あれからね数日が経ちました。見てください、こちらヤギの小屋がね大変なことになっております。非常にうるさいですね。どれくらい聞こえてるか知りませんけど、はい、これね全部叫ぶヤギです。叫ぶヤギをね大量に繁殖させておきました。こんな感じでね大量にいます。これ全員叫ぶヤギのはずです。ということでね、ガチャやっていきましょう。リードを持ちまして、角笛ガチャ。さあ、持ってないの、あと何だったかもう忘れました。来たー。ふん、あ、失敗した。頭が下がりきったのを確認してから避ける。オッケー。ということで、あ、ちょ、インメントに開いてもらって、賞賛だっけ持ってないの。ちょっと待って、何が持ってないか忘れた。さあ、2匹目、来い。すっ。さあ、なんだ。賞賛です。いりません。さあ、3匹目、アタック!よーし。さあ、なんだ。お、無双!これ新しいやつですね。これ持ってないやつです。やったね。ということで、これでね、全部揃いましたね。ついでなので、もう一本もらいましょう。さあ、来いや。ポン!オッケー。ということで、無双2本ゲットしまして。よーし、これでね、4種類角笛が集まりましたと。はい、ということでね、無双が取れましたので、これでね、8種類ヤギの角笛、コンプリートです。やったね。では、1個ずつ聞いてみましょう。こちら、小型、同型、わかりません。それでは1個目。なんか、なんだろうな、獣の鳴き声的な、そういうあれかな。続きまして、賞賛ですね。あ、意外と短い。なるほどね、これ賞賛なんだ。なんだろうな、賞賛、なんかラッパ的なイメージかな。そして、無双です。なんか、カントリーチックな音色ですね。なんか、カントリーロードが始まりそうな、そんな音色です。さあ、そして最後、号令ですね。なんだろうな、なんかバグったみたいな音してんな。なんかゲーム音がバグるとこんな感じの音になりますよね。ということで、以上、ヤギの角笛新種4つでした。あ、ちょ、閉めるの忘れてるねえ、閉めるの忘れてるって。はい、ということで、今回はね、ヤギの角笛取っていました。と途中でも言ったんですけど、叫ぶヤギ、なんか、スポーン率というか、まあ、生まれる確率が 2% らしいので、結構、パッと生まれてくれてね、結構嬉しかったです。沼らなくてよかった。ということでね、これからこの拠点もね、角笛で、音楽が止まらない世界になっていくんじゃないかなと思います。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。